オクタビオ・アントニオ・フェルナンデス・カストロは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、元プロ野球選手。宇藤良ダ。1979年4月24日に17歳で、トロントブルージェイズと契約した。入団後は、マイナーリーグを経て1983年に、トリプル A 級シラキュースチーフスへ昇格し、9月には、登録枠が拡張する。 セプテンバーコールアップによりメジャーに昇格した。翌1984年は開幕こそマイナーで迎えたものの5月に昇格すると88試合に出場し、以後ブルージーズの声優劇手として1番あるいは2番を打ち4年連続のゴールドグラブ賞受賞に輝いている。1990年シーズン終了後の12月5日にロベルト・アロマーとジョーカー・アーターとのトレードで フレッド・マグリフと共にサンディエゴ・パドレスに移籍。1992年10月26日に行われたトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。1993年6月11日にダリン・ジャクソンとのトレードでブルージェイズに復帰し、地区優勝に貢献した。オフの11月3日に FA となり、1994年3月8日にシ,ンシナキレッツと契約。 オフの10月13日に FA となり12月15日にニューヨークヤンキースと契約1996年11月18日に FA となり12月28日にクリーブランドインディアンスと契約した1997年10月30日に FA となり12月8日にフルスのブルージェイズに再度復帰し1998年に メジャー通算2000本アンダを記録した。1999年11月5日に FA となり、ドミンゴ・マルティネスの代役を探していた西武ライオンズは、メジャー通算2240アンダのキャリアを持ち、メジャーのアンダ製造機として知られたフェルナンディスにオファー。年俸3億3000万円の1年契約で西武に入団することになった。フェルナンデスの獲得発表は、国土本社で、 当時の堤義明西武オーナーが自ら言った。西武では主にサードを守った。同時に入団したレジー・ジェファーソンと共に大物外国人コンビとして、開幕では3番を打ち、シーズン途中からはジェファーソンに代わり4番に座った。怪我による離脱があったものの、打撃面ではリーグ4位となる打率。327を記録。守備面では開幕戦でサードフライを落球し、 不安視されるも76試合でサードを守っている。38歳という年齢もあり、1年で自由契約となったが、堤美義明西部オーナーはライオンズにないものをアメリカから持ってきてくれた。ありがとうと言いに行かせると編成担当者を帰国していたフェルナンデスのもとに向かわせた。翌2001年2月8日にミルウォーキーブルワーズと契約したが、5月29日に 放出された。6月8日にブルージェイズと契約。3度目の復帰となったが、11月5日に FA となり、同年限りで現役を引退した。引退後の2008年にブルージェイズでの功績が認められ、カナダ野球伝道入り。背番号1は、ブルージェイズのレベルオブエクセレンスとして検証された。また、世界の子供たちを助ける目的で、 トニー・フェルナンデス財団という NPO を運営し、カナダ・アメリカ合衆国、ドミニカ共和国にオフィスを設置していた。2012年2月22日にテキサス・レンジャーズの GM 特別補佐に就任し、2014年まで務めた。2020年2月15日、腎臓病と脳卒中の試し去。経験なクリスチャンであり、 本類打を放った後などに神に感謝する仕草も見られた。また禁酒禁煙で西武ドームのベンチ裏から灰皿が撤去されたのはフェルナンデスに配慮したものだった。2000年の夏場には母国で兄が急死したという不法に接した。メジャーリーグでは家族の不幸や妻の出産などの際は落ち着くまで休暇を取ることが許され、またそうするのが当たり前であるが西武が 優勝争いをしていることもあり、フェルナンデスは帰国予定を延期して大栄との首位工房3連戦に出場。8月23日対大栄21回戦の延長10回裏にロドニー・ペドラザからさよなら2点本塁打を放ち、ヒーローインタビューでは兄への思いを静かに語った。試合中はなぜか大きな帽子、ヘルメットを浅めに被る癖があり、 プレーの最中にしょっちゅう帽子を飛ばしていた。ある時は走塁中にヘルメットが脱げ、その後三塁に滑り込んだ時むき出しの後頭部に送球が直撃し門絶したことがあるなど、あまり良い結果は生んでいない。なお、このシーンはこの年のプロ野球陣プレー高プレー対象にもよく用いられた。福岡ドームではトレーニング室備え付けのマウンテンバイクを勝手に持ち出して、 通路で乗り回すなど、その伝説には、媒挙に暇がない。練習ではさらに基人ぶりを発揮し、ゴムチューブを腰に巻き、その橋を通訳に持たせたままランニングをしたり、巨大なボールを両手に抱えて、横に放り投げたり、ノックで、わざとトンネルを繰り広げるなど、その独特の練習は周囲をアゼンとさせた。試合前の練習中は必ず暗い部屋で瞑想を行っていた。 また不審に悩んでいたある時には、秋田遠征中の八橋球場で工事現場に置かれていた空打ち用ハンマーを発見。それを使って素振りを行ったところその日の試合で猛打賞と復活し、関係者に頼んでそのハンマーを譲ってもらったこともある。これらの行動は、ともすれば自分勝手とも取られそうだが、フェルナンデスは常にチームのことを考える選手であり、 独善的なわがままなどは一切言わなかった。メジャーで大きな実績を残した選手にありがちな高いプライドで日本野球を見下したような姿勢、あるいはプレーに手を抜くなどといった問題とは完全に無縁であり、チーム内からの人望も厚かった。ある試合の後、3人の兄弟がフェルナンデスの目に留まった。3人のうち、 一番幼い弟は2歳程度で、大柄な外国人であるフェルナンデスを怖がっており、コミュニケーションを取るのが難しかったが、フェルナンデスはそれでも兄二人ではなく、弟にバットを直接プレゼントした。これは一番下の弟にプレゼントすれば、兄だけではなく、兄弟三人の宝物になるというフェルナンデスの優しさであり、その姿勢に感動した兄弟の母親は、ファンレターで、 感謝の意を伝えた。西部での最後の試合を終えた後は、松井和夫からユニフォームを譲ってもらい、このゲームジャージーは将来すごい勝ちになる。和夫よ、メジャーで待っているよと語っていた。ありがとうございます。